て食べまくる。多分20個は食った。男三兄弟の長男、東海大大阪仰星高校、黒塚光輝くん。まるでお父さんのような風格。そんな彼のパワー飯は、お母さんが作る唐揚げ。唐揚げうまいです。愛情がこもってます唐揚げに使う鶏肉の量はなんと 1.6キロ。下味はご飯が進むようにニンニクを効かせた濃いめの味付け。唐揚げを全部揚げ終わるまでには1時間もかかるんです。唐揚げは月に1回ぐらいですかね。今日帰ってきたら晩ご飯何って帰ったらすぐ聞くので、唐揚げって言ったらやったっていう感じで今でも言ってますね。はい、だから好きなんだと思います。全国優勝6回、部員数123人を誇る東海大大阪仰星高校。光輝くんはこの名門で2年生からレギュラーとして活躍しています。ぽっちゃりとした体格ですが、実は彼足も速いんです。全国出場を決めた今年の大阪地区決勝でも、最後ライン際いたのはプロップでした。まあ、ウィングの立ち位置のところにプロップがしっかり しかも裏のスペースを見て、素晴らしいプレーだなと思います。試合で躍動する息子の姿を見ても母の本音は、もうボール持った瞬間はちょっと目離しそうになりますけど、応援行けっていう気持ちと、ねえ、なんか怖いなっていう一瞬横切るのと両方ありますね。ただ今って帰ってくるまではやっぱりね、あの今日も一日怪我なかったかなって思いながら。友達に誘われて小学4年生からラグビーを始めた光輝くん。高校に入るとプロップというスクラムで重要なポジションを任されることに。体の重さが必要なことから、高校3年間で25キロ近くも増量。がっしりとした体はたくさん作ってくれる母の手料理のおかげです。こう料理時間かかっているので、まあ、いつもありがとうっていうのはまず伝えたいですし、やっぱ日本一っていう形でやっぱり恩返しをしたいです。おかり。今日からあげやで。おかり。野菜かね。緊張しすぎやろ。大好物の唐揚げを前に待ちきれない様子の光輝くん。いただきます。美味しいっす嬉しいです。作りがいがあります。一生懸命やってくれてた、それでプレーがどうこうとかじゃなくて、この冬は花園は全力で頑張ってほしいと思います。ありがとう。家族みんなで応援してるんで頑張ってきてください。頑張ります。ありがとう。